皆さんこんにちは、カナズプレイスのカナです。前回の動画ではアイリス大山の大山くんと呼ばれる小さなコンベクションオーブンのレビューをしました。こちらのオーブンは私がグルテンフリースイーツのデモンストレーションレッスンを行う際に活躍してくれています。今日の動画ではこちらキッチンで使っている家庭用のオーブンレンジパナソニックビストロのレビューをしていきたいと思います。まるで最新機種を買ったかのようにレビュー動画を載せていますが、私が使っているのは2017年モデルですので、もう数年使っています。選んだポイントとそれからお菓子作りにとても気に入っている点に焦点を当ててお伝えしていこうと思います。たくさんのオーブンレンジを見た結果、パナソニックのビストロに決めた理由の一つがデザインです。ハンドルは少し飛び出ていますが、それでも直線的なデザインであること、それから表面がフラットである、突起が少なめですね。このように電源をオンにすると小さな液晶画面に色が出ますが、それ以外の場合は完全にモノトーンです。家電に色の選択肢がある場合は白を選びます。どうしても重厚感だとか圧迫感につながりやすい大きなものなので、軽く見える白を選んでスッキリとさせています。我が家の場合はキッチンカウンターの下にオーブンレンジを入れているので、割とダイニング側からは何も見えなくてデザインの邪魔をするということはないんですが、それでも私自身が一番長く過ごす場所なので気に入ったデザインのものを置くようにしています。選んだポイント2つ目は庫内の広さです。手持ちのお菓子の型がゆったりと入って均一な焼き色になること、特にアメリカで買ったこういう型は横幅が広めなものが多いので気をつけて寸法を確認するようにしています。カタログに表記されている庫内のサイズだけではわからない場合があります。手持ちの型が天板の縁に当たったり庫内のレールに触れてしまったり、高さがありすぎたりということもあるので、必ずレビューやメーカーに問い合わせるようにしてみましょう。使っていて特に気に入っているのが余熱と温度変更の反応の良さです。余熱に関しては、例えばお菓子でよく使う温度180度に到達するまで約6分、私は念のため数分長めにとりますが、それでもとても早い方だと感じます。また焼いている途中で温度変更を行う際も素早くそして正確に希望の温度に変更してくれるので、安心して焼き上げることができています。2段焼きの性能の良さもとても気に入っています。2段で焼けると歌っているオーブンはたくさんあるんですが、家庭用で安定した2段焼きができるものは少ない印象です。このオーブンはその点でもとても優秀だと感じています。例えば焦げやすいクッキーなどであれば、1段で焼く場合も2段で焼く場合も天板の上下や前後を変えることで焼き色を均一につけます。これは途中でドアを開けても大きな影響がないクッキー類だからできることですね。一方でスポンジ類は途中でドアを開けるのは避けます。オーブンに入れたら動かさずにそのまま最後まで焼き上げます。それでも上下差があまり出ずに綺麗に焼き上がるのには毎回驚かされています。上下2段で焼けるということは、つまり上の段だけ下の段だけのような1段焼きももちろん可能で、このおかげで例えば上火を効かせて焼きたい場合、それから下からの火を強めにしてじっくりと火を入れたい場合のように使い分けることができているので、効率よく良い食感に焼き上がっているようにも感じています。掃除と脱臭機能に優れている点、清潔に保ちやすいとか脱臭機能に優れているといった点は、長く使えば使うほどそのありがたさを実感しています。家庭料理とお菓子の両方に使うオーブンレンジなので、油汚れや匂いはとても気になります。簡易的なオーブンにはない機能で気に入っているのが、蒸気で汚れを浮かせる機能と脱臭機能です。蒸気で汚れを浮かせた後も庫内がフラットで拭きやすい、汚れが溜まってしまう場所が少ないのがとってもいいと思っています。また脱臭機能は高温で匂いを焼き切ってくれるので、いつでも気持ちよく使えています。じっくり火を通したいパウンド系、とろり&サクサクなフルーツクランブル、ふんわりと軽く焼き上げたいスポンジ、サクッと焼きたいフルーツガレット、
こんな風にレシピで意図した食感通りに焼き上がってくれるので、パナソニックのビストロは私にとって頼れる相棒です。はい、パナソニックビストロのレビューいかがだったでしょうか。オーブンレンジはいろいろなメーカーから様々な機種が出ています。それぞれの特性があるので、ぜひいろんなカタログだとか YouTube を見て参考にしていただけたらいいと思うんですが、私の場合は家庭用のレンジ料理、オーブン料理、それから2段焼きができるお菓子作り用のオーブンとしてとても満足しているので、探している方の参考になっていれば嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。